小和崎さん、はい、テーマの発表お願いします。はい、今日はこちらです。じゃがじゃん、小池新都知事が作るべき給付型奨学金、うん、はい、東京都の小池百合子知事は8日東京新聞のインタビューで、経済格差が将来の希望の格差につながってはいけないと語り、高校の就学希望者を対象に返済がいらないと独自の給付型奨学金を新たに設ける意向を明らかにしました。さあ、どうしても都議会との関係の方ばっかりクローズアップされがちですが、うん、やるべきことはいろいろあるぞと。そうですね、まあ、そういう政局はですね、さておいてですね、僕は政策の話をしたいなと思うんですが、うん、高校生への給付型奨学金ってことを小池都知事おっしゃるんですけれども、はい、実はですね、その学力の差っていうのはもっともっと前についてるんですよっていうことをぜひ知っていただきたい、はい、小学校教師のですね、へのアンケートで、まあ、その学力の格差大きいよっていうですね、先生もうとても思うって人が5割ですね。青ですね。青ですね。で、まあそう思うっていう人を含めると9割近くの人がです、先生がもう小学校の時点で格差ついてるよというふうに言ってるわけなんですね。家庭の状況や、そうなんですよ、ね、収入の状況な、いろんな要因があるわけでしょ。いろんな要因があるんです。で、特にですね、大きいのが、はい、こちらです、経済的な部分なんですけれども、うん、実はですね、こっち小学校、こっち中学校ですけれども、かかる教育費の内訳なんですけどね、まあ、義務教育だからお金かかんないじゃんって皆さん思われるかもしれないんですけど、確かに授業料はかかんないんですけれども、例えばランドセル買ったりだとか、お習字のあれ買ったりだとか、絵の具買ったりとか、そういう、そういうの学校教育費っていうんですね。で、あと給食費ですよね。で、これらまあ3割ぐらいなんですよ。でも圧倒的にですね、多くがこちらの学校外活動費、うん、まあ、つまりは塾代とかですね、塾ね、習い事ですね、うん、で特に都内だとですね、もうすでにその公立 その学校だけだとですね、なかなか勉強、まあ、追いつかないし、あるいは高いところも行けないっていうことなんで、塾っていうのはまあセットになって当たり前になってきてるっていうところがあるわけなんですよね、うん、でここで差がついちゃう、うん、経済的な差がここに反映されちゃう、うん、つまり学校まで行かせられるけれども塾はちょっと、うん、無理だわみたいな感じにどうしてもなっちゃう。そうするとどんどんビハインドになっていって、で学校行ってもついていけない、で嫌いになる、でそのうち何が分かんないかも分かんなくなってきてっていうことで、まあ、差がついてくるわけなんですよね。 NPO ではね、無償でその塾の部分をやりましょうっていうことで、うんうん、取り組んでいる方々いらっしゃいますからね。無償塾とか結構出てきてるんですけど、ただ無償塾のいいところものすごいあるんだけども、あそこに行ってるっていうのはちょっと低所得なのかなとか思われちゃうとかっていう、逆に、うん、そういう、うん、まあ、刻印性スティグマっていうんですけども、そういうのがかかっちゃうっていうところもある。でそれをですね、乗り越えるために実はですね、大阪市がやったのがですね、塾代に対してバウチャー、補助するカードをですね、こう配って、でその低所得世帯でも塾に行けるよというふうにしたんですよ。塾代助成カード、そうなんですよね。さあ何が起きたかっていうと、もう7割のご家庭で学力が、7割の貧困世帯で学力が向上しているというような状況になったわけなんですね。これ結構効果出てきてるじゃないかっていうところがあるんですよね。教育機会をきちんと作ってあげられるかどうか、はい、そうなんですよ。だからまあ、高校生に大学に進学の時の、まあ、奨学金でもいいんだけれども、もっと手前でケアしとけば底上げになるんだということなんですよね。で気になるですね、お値段です。計算してみました、はい、どれぐらいかかるの、どれぐらいかかるかというとですね、まあ、これ小学生で今、まあ、59万人いて、中学校3万人、東京都ですよ、31万人いるんですけれども、はい、これ、貧困世帯はですね、約 16% と言われているので、うん、9万人と4万人ですよね。でそうするとですね、合わせると塾代と家庭、学習、まあ、その塾代と習い事って入れると120億なんですけど、塾代だけに絞ると80億ぐらいで済むんですね。でこれ、東京都の教育委員会が持っている予算が8000億なんですね。あ、そんなにあるんですか。だから 1% でできるんです。本当だ。 1% で東京の全貧困世帯の子どもたちに塾に行かせられるっていう、これすごいことですよね。その8000億分の 1% ここに割いてくれと、うん、そうそうそう、割いてくれたら、うんうん、東京の学力格差ってかなり改善するんですよね。それは 1% をこっちに当てることで、どっちかが何かがこう圧縮されていったりするようなものですか、それとも何かこう無駄になっているようなものを見直したりとかしたら、それは東京都全体で言ったら無駄なんもうめちゃくちゃあるので、教育費すごい少ない
くないね、うん、でね、例えば高齢者の、シルバーパスとか、はいはい、うん、あの高齢者どんなお金持ちでもですね、すごい安くバス乗れるんですよ。あ、なるほど、うん、それ100何十億使ってるんですよ、うん、え、それちょっとね、一部その低所得者の人に限ればいいじゃんみたいな、うん、そういう話ってたくさんあるんで、うん、なるほど、見直しの余地あると、見直しの余地あるんで、ぜひここにやってほしいっていうふうに思うわけなんですよ、ね、吉田さんどうですか、この教育の問題。まあその格差が実際は どんぐらいの問題かみたいなことはちょっと疑問に、現状の小学校教育がじゃあ実際社会にどんだけ必要なんだろうみたいなことはちょっと思うんですけど、まあでもね、たった 1% でそこがちょっと改善できたりするんだったら、まあちょっといい話かもしれない。まあでも今おっしゃったように、子供の貧困が外側から見て見えにくいような状況などもあるから、なんかどのニーズっていうふうに思いがちなところも、もっともっと掘り起こして可視化しなきゃいけない。日本で貧困の話がどうして盛り上がらないかっていうと、見えないんですよね。海外だったらスラムがあって、でボロボロの服着てるから分かるんですけど、日本だと分かんない。だから無関心だから、今6人で1人の子供たちが貧困にあえてるっていう状況が放置されてるっていう、こういうメカニズムがあるので、ぜひ皆さんに知っていただきたいなと思います。そうですね。ありがとうございます。はい。